はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、肩こりのことを正しく理解をするためで、そのベースとなるですね、概要ですとか治療アプローチというところについて解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まず、肩こり、改めてその定義になるんですが、肩こりというのは、主に肩ですとか首ですとか、腕などがこう痛んだり凝ったり不快感とか重たるさを感じることの総称を言います。正式には経腱腕症候群というのが病名になります。で、そしてこの肩こり、医学的には大きく2つに分類されています。1つは疾患が元で原因がはっきりしている肩こり、これを症候性肩こりという言い方をします。これ原因としては例えば骨ですとか筋肉です、関節、靭帯等に由来する、いわゆる整形外科疾患であったり、あるいは脳出血とか脳梗塞等のいわゆる脳血管障害、いわゆる肩麻痺等に由来するその肩の障害ということもあります。それから心臓ですとか肺ですとか肝臓なんか、いわゆる内臓、内部障害というものもありますし、それから眼科ですとか耳鼻科ですとか歯科、歯医者さんなんかのそういう疾患等もですね、その原因となるという場合があります。でこれが一つの原因なんですが、もう一つの原因はこう特別な基礎疾患が見当たらなくて、画像検査ですとか血液検査を行ってもその原因がはっきりしない肩こりというのがあります。これを本体性肩こり、または原発性肩こりなんて言い方をします。でこれ何が原因かというと、主な原因としては特に筋肉、背中から首筋にかけてある僧帽筋の上部繊維であったり、肩甲挙筋という筋肉が過度の負荷を受けることで血流障害が起きてしまって、でそれによって関連する筋肉、例えば胸周りとか影響を受けることがある、この小胸筋という筋肉だったり、そういうところは痛みを引き起こされるということもあります。でさらに過剰なストレスによる自律神経、交感神経とか副交感神経というものがあるんですが、こういったもののバランスの崩れですとか、あるいはメンタルの不調なんかでですね、肩こりが生じるということがあります。で特に几帳面であったり、責任感が強い方だったり、ストレスをこ うまく発散できないという、あるいはこう悩みとか不安を常に抱えているという方がこういう傾向にあるというふうに言われていますので、ぜひこういったものをですね、参考にしていただけると幸いです。でこの点を踏まえた上で、ここからはリハビリを用いた肩こり改善に向けた治療アプローチというところをお話をさせていただきます。でこのスライドをもとに、ね、解説をさせていただきます。でリハビリというと、まず皆さんイメージするのは、やはり得として体の問題ですか、あるいは体のマイナス面に目を向けるというふうに思われがち、焦点が当たりがちなんですが、実際は心の在り方ですとか生活やこう環境が与える影響まで含めて、個々の問題を幅広くこう考慮をした上で、プラス面もしっかり見出した上でアプローチ、支援をさせていただくというところがあります。で具体的に何をするか、まず先ほどの症候性肩こりでは原因となる疾患がありますので、この診断や治療がまず必要になります。でその上でこれに基づいてアプローチをするというところがあります。であとはこの本体性肩こりの場合は幅広いアプローチが有効だというふうに言われています。なので具体的には例えば姿勢の改善であったり、それから温熱療法、温めたり冷やしたり、あるいは薬物療法、例えば消炎鎮痛剤とか筋弛緩剤というものを使うということが挙げられています。で中でも特に気持ちいいと思える程度の軽い刺激で肩こり解消の要となる肩甲骨の動きを積極的に高めて、姿勢を整えるセルフリハビリというのが実は最も効果的であるというふうに言われています。でこれなんでか、私たちの体の姿勢や動作と実は心の思考ですとか感情というのは互いに影響を与え合っているというふうに言われています。でなので気持ちいいと感じることがリラックス効果をもたらしますので、かつこう痛くないですか、凝りがないという少ないという体験がさらなるこうモチベーションをこう引き出してですね、それで体にもいい影響を与えるというところがあります。で逆に痛みを我慢してこうグッと強く押したり揉んだりということがあるんですが、これそういうのは有効な場合というのもないことはないんですが、得てしてですね、かえって筋の緊張をこう引き起こしてしまうので、あまりお勧めはしてません。あと肩こりといってもやっぱり年齢もそうですし、体格もそうですし、病歴もありまして、生活歴もみんな
個々のこう背景というのは異なりますので、そういったところまで含めてアプローチする。あるいは、ね、怒り型とか撫で型という、 こうタイプもありますので、そういったタイプに合わせた対応というのも肩こりでは有効というふうになってきます。であと肩こり、もちろんアプローチ、治療アプローチをするのはもちろんそうなんですが、もっと大事なのが肩こりを繰り返さないとか、前もって備えて予防するというところが大事になってきますので、そのために、ね、正しい姿勢を保つための寝方であったり座り方であったり立ち方、あるいは体調管理の仕方の工夫ですとか、あるいは休息の取り方なんていうこのライフスタイルというところ、あるいは仕事環境が実は結構影響を与えているということもありますので、こういったものの調整まで含めることが発症リスクを下げてさらに効果的というふうにされてますので、ぜひこのあたりをですね参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。